はい。こんにちは、こんばんは、おはよう。はいです。また、この映像が出てるということは、レイズスタジオレディオということで、お送りさせていただきます。噛んじゃった、今、噛んじゃったよー。ですね、なんか作業とかしながらですね、他のことやりながら、ね、音声だけでも聞いていただけたらありがたいなというね、ちょっと撮り直しバージョンになりまして、撮り直しバージョン。で、何があったかっていうと、一人で寝れる派、寝れない派っていうことで、そういう動画を上げたんですが、まあ、結構彼女に関してのことが、あまりにもちょっとリアルに露骨に出てたものですから、またちょっと動画見られた時ね、もう見ないっていう約束はしてくれたんですけど、また見られた時に、あ、なんか私のことまた言ってるって言って怒られてしまうので、ちょっとその辺控えた形で、動画の方ですね、発言していこうかなと思います。で、寝れる、一緒に、誰かと一緒に寝れるか、寝れないか、寝れる派、寝れない派っていうことで、まあ、俺自身はですね、寝れない派なんですよ。僕はダメなんですよ。やっぱり、どんなに親しい人でも、そばにいられると寝れなくなってしまうんですね。で、あと自分がね、まあ、歴代の彼女とか、まあ、それ以上の方ですね。夫婦寸前まで行った方も。一緒に寝てたこともありますけど、やっぱりどちらかのいびきがうるさいとかですね。やっぱり気を使う部分、迷惑かけてしまう部分があるので、まあ、それ以来ですね、自分はもう一人で寝ると。ね。そういう形をとっておりまして、この間の彼女とね、2回連続貸別荘の方にお泊まりしたんですが、その際も、部屋は一緒なんだけど、ベッドは別とかね、あと寝る場所は別とかっていうことで、実はやってまして。で、泊まりに行った時もですね、リビングの隣の、まあ、客間みたいなところに俺は、寝かしてもらってですね、で、彼女は彼女の部屋ですね、彼女の部屋があるんですよ。見せてくれないんですけどね、秘密の部屋だということで、片付いてないみたいでね。そこで寝て、別々で寝るという形をとってますんで。で、その泊まり行った時も、就寝室が2つあったので、別の俺部屋で寝ようと思ったわけですよ。まあ、いびきもかくだろうし、で、寝返り打つから隣同士で寝るのはダメだよね、っていうことで。で、そしたら、まあ、さすがにちょっとそれは、一人だとさ、寂しいっていうか、怖いと。まあ、お化けとか、ほら、そういうホラーとかが苦手な、人なので、なんかそういうので、余計ほら、全然自分の家じゃないところで一人とかなると怖いなっていうのがあるらしいんですよ。まあ、その辺はなんか、ね、女性らしいというか、もうね、たくましい、ね、なんていうの？男の子を育て上げたわけじゃないですか。ね、成人まで今育、ね、一人で立派に育て上げられて、たくましいお母さんって感じでもあるんですよ。だから女子力ね、意外と少ない部分は、ちょっと実はですね、女子力少ない部分があって、まあ、それ以上あまり言うとまた、問題になるので言いませんけども、なんていうのかな、弱々しい女性とかそういうのを想像されてる方がいらっしゃいましたら、ちょっと違いますよと。どちらかというと、なんだろう、体育会系のちょっとノリも入っている感じかな、というところですね。まあ、スポーツとかね、やってましたからね。で、話を戻しますと、まあ、皆さんもどうですか？なんか他人とか一緒に寝れる派ですか？修学旅行とかほら、なんとなく寝れたけど、でもまあ夜更かししちゃったりとかってあるわけでしょ？そうじゃなくて、大人になってから、まあ、例えば夫婦の方とかカップルの方とかだと、まあ、一緒に寝てるって当たり前にいると思うんですよ。で、まあ、夫婦でも同じ部屋だけど、ベッドは別よとか。まあ、あとは、ベッドがキングサイズ、クイーンサイズで、まあ、セミダブとかね。ダブルね、セミダブルのベッドで寝てます。一緒に寝てますよって、仲良く寝てますよって方もいらっしゃると思うんですけど、俺自身はね、ちょっとそういうことができない、人間なので、やっぱり結婚に不向きな人間なんだろうな、ということはね、認識はしてますね。だって他人とほら、一緒にずっと住むわけじゃない。離婚するまでさ。離婚か、まあ、添い遂げるっていうかね、どっちか死ぬまで一緒にいたりするわけじゃないですか。だからそれを考えるとね、やっぱね、まあでも長くね、続くんであれば、やっぱり別にして、いつで、たまに一緒に寝るとか、
ちょっと新鮮度アップをするみたいなのがいいかなと思うんですよ。全くだから寝れないわけではないんですけども、もう、意識としては、まあ、価値観に当たるのかな。一人で、ゆったりと寝たいなと、誰にも邪魔されることなく、だって夜中ほら、ちょっと水飲みすぎちゃってとかね、今日水分取りすぎちゃって、後で夜中でね、便所行きたくて目が覚めるわけじゃないですか。その時にもし隣で寝てるとか腕枕をしてるとかっていうと、なんていうのかな、やっぱり起こす羽目になってしまうので、かわいそうじゃないですか、相手のことが。だからそういうのもあるので、自由にトイレも行けるような、ね、緊急事態にも備えられて、備えられるような形が取れるのが一番、一人で寝るぐらい一番、ね、一人で寝るのがベストなんじゃないかな、というふうに考えるわけですよ。相手のことも考えた上で、無理して一緒に寝る必要はないな、という派なんですね。まあ、寝たいって人には一回一緒に寝てもらって、いびきの、度合いをね、感じてもらえればもう二度と一緒に寝たくないというふうに思うんじゃないかなというふうにね、思ってます。だからそういう方、一緒に寝たい派っていう方と、まあ交際なりなんなりっていうのをしたときは、必ず一緒に寝て一回ね、試しで。で、まあいびきの度合いとかね、そんなに書いてなかったよとかっていつも大体聞くとね、言ってくれるんですけど、もうそんなにって相手をほら傷つけないように絶対感想って言うから、あ、書いてんだろうな、みたいなね。まあ自分自身のほら喉も乾いてるし、多分口開いてっから、ね、いびきがかなりね、書いてて、喉カラカラなんだろうな、みたいなさ。やばいよね、年取ってきたせいなのか、なんか口開いて寝てるんだろうなっていうね、感じがすんのよ。俺自分だって寝姿見たことないから、なんかね、起きた時喉がすっげえ異様に乾いてるみたいで、ね、カラカラになってたりとかね、口の中が。まずいよね、それってね。あんまカラカラになると、ほら、虫歯菌が発生するじゃない。だから、一応ほら、毎回歯医者とかで点検してもらって、ね、虫歯ゼロを、状態を保ってはいるんですけども、やっぱり年齢とともにさ、ほらし、ね、もう30以上とか40以上になると、歯周病絶対かかってるよっていうのがあるわけじゃない。なるべくその歯周病の度合いみたいなのを少なくしていくのはやっぱり歯医者さんに行って定期クリーニングをやると、最近ちょっと行ってないので半年ぐらい行ってないので、まあそろそろ行かねてやべえかなと、ね、口臭予防とかほらね、そういうさ、いろんな歯肉炎だとかさ、そういうのがあるわけじゃないですか。だからそういうメンテナンスっていう部分はやっぱり年を取るほどメンテナンスはきちんとやった方がいいですよという感じですね。なんか違う話になっちゃいましたけども、いびきを書くか書かないかでの、やっぱり、書かなければ一緒に寝てもいいのかなっていうのもあるけど、やっぱでも、ほら、寝返り打った時、寝返り、そうだ、俺はローリングするんですよ。寝返りをゴロゴロって打っちゃって、本当に、ね、360度戻ってきたんだけど、さらにオーバーするみたいなさ、ありえない角度に、なってる。状態もあるわけですよ。で、携帯の、充電をしながら寝てて、コードが顔面に、なんていうのかな、コードを枕にして寝てたりして、要は、顔に深いコードの跡がついちゃってるっていうケースもあるので、どうなのかなっていう、あまり人には見せられないなっていうところがね、ありますね。どうですか皆さんも、一緒に寝る派寝ない派っていうのと、あと顔面にコードの跡がついてて、やべえ、会社行ってこのコードの跡つけたまんまで、仕事しなきゃみたいなこともね、あったりはしてるかな？皆さんどうかな？まあ、かっこつけずにね、いろいろ教えてくれたら、いいと思いますけどね、一緒に寝るか寝ないかっていうのと、顔面にコードをつける派ですかみたいな、つけない派ですかみたいな。くだらない、質問をしちゃいますけども。そんな感じですよ。だからね、今のだから彼女と一緒に寝たっていう、そして朝を目覚め、一緒に迎えたってことはね、ないんですよ、実は。別々の部屋で迎えたりっていう感じですね。正月か、大晦日に寺で泊まってっていうのは横にいたけどね。でもなんかこう、寝たり起きたりみんな、寝不足の状態で朝日を見に行くっていうことをね、やりましたけども。まあ、それぐらいかな。あと、途中で帰っちゃったりしてたからね。なんか、お子さんが帰ってくるとかっていうので、夜勤明けて、朝、8時、ん ?9 時か。9時ぐらいに家着くから、その9時前までにはいたいと。なんか、やっぱり、母親が外泊をしているみたいなの、みだらな
母親とは思われたくないっていう部分があったりしたので、だからラブホで泊まるっていうことは、だからやってないですね。あんまりすいません。あんまり言いすぎるとまたちょっと怒られちゃうので、この辺で、彼女についてのことは言うのやめようと思います。忘れてください。あまりね、ちょっとこう、まずいので、ちょっと話がね、それましたけども、あなたは、ね、パートナーと一緒に寝る派ですか、寝ない派ですかという、動画でした。僕は寝ない派です。そして理由はこうですよということですね。まあそういうなんか理由もつけてコメントいただけたらありがたいなと思います。で、変なコメントとか関係ないコメント、トンチーカンなことを書く人は、もうアクセス禁止にしますので、良識あるコメント内容を書いていただくことを期待しながら、お待ちしております。それでは皆さんごきげんよう。じゃあねー。バイバイ。